で平田篤舟はこれをです、ね「宣教遺文」というです、ねえー、本にして出版して江戸後期の大ベストセラーになったんですね。でこのじゃあ虎吉の言うです、ね、天狗の世界っていうのはですねまあ彼は神隠しにあったんですけども何だったんだろうかと真実は分かってないんですね単なる大ボラ付近の子どもがあの、えー、大学者大国学者平田篤舟を騙したりその仲間も騙したっていうそういうなんかシンプルな説もあるんですけども。 ただあの彼はその時代の最高頭脳の一人でですねそれが友達の学者と一緒に数年間ですよ数年間一緒に住んでいて問い詰めても嘘と分かんなかなったんです。嘘と感じないというのはちょっとね、えー、不自然だと、えー、天狗の世界というのはだから本当にあったんだっていうふうに言う人もいます。